一世って言います。で、年は18歳です。で、今は高校生をやりながら B-boy もやってます。クルーは九州男児とファンデーションクルーです。B-boy ネームは一世です。At his young age, B-boy Issei is already one of Japan's top B-boys. His dream is to win the prestigious Red Bull BC1 World Final before he turns the age of 20. Japan's most prolific B-boys, all on a different journey, all united through their culture. This is The Ins and Outs, Episode 1, B-boy Issei. B-boy、ダンサーとかっていうのは自分が多分そう思ってないと思うんですよ。普通の高校生だと思ってると思います、なんだかんだ。いや、めっちゃ真面目だよ。ちゃんと見えるもん。人の顔とか見えると結構光線でいいやん。本当に分かんもん。ここ、あ、すいませんみたいな。ここまでいったらもう目開いてないやん。読める？読めない。わかんない。この学校は僕言ってるのは芸能コース、普通科芸能コースっていう、なんかその本当個性をすごいこう伸ばしてくれる、もう認めてくれるような学校で、で学校のその授業の一環として演技だったり、あとボーカルだったり、あとダンスもあったりしますね。この山、はい、ゴー。成績はほとんどマジで学校に来れてなくて、全然なんですよ、本当に。バズ推奨で怪しい、分からん、ほぼ分かってない。ちゃんと聞け。普通結構学校を長期休んじゃうと結構単位っていうか、まあそのまずいじゃないですか。でもそのこの学校はそのダンスとかを認めてくれてるんで、遠征大会があって今回行けませんっていうと高欠、一応出席扱いになります。だから僕この学校を選んでました。そしたらね、まずとりあえず乾かないかいて、放棄でちょっとスミスの方ずっと乾いていってください。行こう。わーすごい、わーすごい、わーすごい。最初はもう普通の子なんだなって思ってたんですけど、実際にはもうオランダの大会とかニューヨークの大会とか世界をこう飛び回って、どうしても時差があるからですね、教室の中で授業してるとこうちゃんと鉛筆を持ってるんです。ペンとノートは出てるんですけど、だんだんこう下がってくるんです。ハリーって言ってお子さんはって起きてですね、おはよう。僕の日課って全然面白くないと思うんですけど、まあ、まず朝起きて学校に行って帰る帰ってちょっとだけ寝て練習行くの繰り返し。自分の動きのインスピレーションは、まあ昔のそのオリジナルが作ってた B-boy、 ほんと古い B-boy だったり、まあ、あとはなんか自分が好きなもの見たまんま考える感じですね。なんか俺のネタの名前とかでなんかツバメ返しとか工事現場とかすごい変なんですけど、そういう面白い部分もあるかなって感じですね。普通に B-boy 以外、父さんお母さんにかなり尊敬してます。離婚しちゃってて、今お母さんがすごいこう働いてくれてて、俺らの分も学校とかの分もすごい出してくれてるん で、すごい応援もしてくれてるんで、すごい嬉しい。お疲れ様。
もう本当ダンスを始めるまでは、もうとにかくおとなしくて、もうおっとりしてて、ちょっと心配してたんですよね。これで大丈夫かなと思って。でダンスを始めて、何かスイッチが入ったように生き生きとして、なんか何でも頑張るような。最初はこうお母さんって勉強の方にちょっと専念してほしいみたいな感じだって、で俺めっちゃそれが悔しくて、それにもう負けたくなくて、もう俺ちょっと正解もうキャフンとかしてる。もう成長期の時がもう本当にあちこち骨を折ったり、それは本当心配しました。やっぱり頭で回ったり、最初は心配してちょっと頭が痛いといえば病院連れて行って頭レントゲン取ったりしてたけど、しとったっけ、してた。でも踊ってる時の彼は私も本当大好きで、YouTube とかでずっと見たり、するしますね。国内のイベントは毎週イベント出てます。で、1日に3回イベント出る時もあるし、数え出ないですけど、もうめっちゃしてます、マジで。この今、ファンネーションっていうチームがあるのと、福岡じゃできないようなことを、自分の幅を広げに行きたいなと思って、東京に来ます。ファンネーション入って、やっぱりこの学ぶこと多かったし、やっぱこうやって今世界大会とかに出れてるのもファンネーションのおかげだなとか、まあ思ったりもします。海外だったら月1ぐらいのペースで海外に行ってますね。B-Boyのチャンピオンになるためには、もう本当いろんな世界各地にこう飛んでいって、そこからまたいろんなインスピレーションとか受けるだろうし。あの、ここで済んだと今日はやめとけってことですね。From Italy, you can feel the energy in the air. The Red Bull BC1 World Finals. 16 of the world's best B-boys competing for one championship belt. Do you speak English? No. No? Okay. My name is B-boy Say, from Japan. I'm 18 years old. と、なんだっけ。レッドシーワンはあの B-Boy の頂点だと思うので、そこに目指して今回は頑張りたいと思います。ビクトンのリプライ、リプラックス、チリン。俺基本優勝するとか考えないんですよ、どういう大会行っても。一戦一戦をやっぱ大事にしたいから、優勝を目標にしてやってると結構俺モチベーション続かなくて、だからその目の前の相手を一戦一戦倒して優勝できるっていうパターンが俺は一番いいかなと思います。だからその勝てる自信はもちろんあります、人に。日本のトップの、まあ、その B-Boy って、まあ、言ってもらってて、でそれのプレッシャーは、まあ、俺はあんま感じないですね。なんかその感じてやってたらダメかなって、逆にもう胸張って言ってた方が俺はかっけえなって思う。 And he says a lot quicker than Victor、But Victor's a lot more stylish in his movement. Yeah. 3, 2, 1. And Victor advances. Victorious.
今日の結果についてはもう負けたなっていうのは分かってます。まあ、単純になんか自分がもう良くなかったって感じですかね。全然いい動きができなかったって感じです。ビクターはすごいこう自分のキャラとか自分だけのものとかをいっぱい持ってる。で歴代のこう BC1 のチャンピオンとかもこう自分らしさをすごい持ってるから、自分一世っていうこの B-Boy をもっとこうガッて引き出せるようなものがあればいいかなって思います。負けたのはすごく悔しくて、終わった後めちゃくちゃ泣きたかったですね。勝ちたいイベントなんですけどね、 BC1 は本当に夢の舞台だし、ここはBoy Victor Victorious 夢、もう俺の夢はダンスをだけして生きていければいいかなと思います。ダンスを仕事って言えるような時代になっていってくれたら、僕はすごい変わったなって思います。 Next B-Boy to the stage B-Boy is set。 もっとレベルアップして次も挑戦したいです。